はい、どうも、ケイキングです。今日ですね、北斗の拳、北斗リバイブやっていきましょうということで、今回は組です。まあ、ちょっともう2回戦負けてるの出ちゃってるんですが、2回戦は負けです。予選とトーナメントの暴挙運と霞拳士郎見てもらえたらなと思います。暴挙運は必殺まで。霞拳士郎は聴覚戦まで終わってます。はい、それじゃあ行きましょう。はい、それじゃあまずはレオから。レオ対ベガ。まあ、組手はね、そこそこやってくれるんじゃないかなと思ってるんですよ。ちょっとこれ見るか。強心棍まあまあいいんじゃない。さあここで倒してベガ復活。覚醒はやるよ。ベガのケイラ解放とか言ったらね、面白いですけどね。まあストリートファイターね。はい、で勝ちと。やはり天はこの強運を選んだ。じゃあ次は霞拳士郎っすね。はい、相手はファルコ。まあ、ちょっとこれ見とくか。北斗百裂拳。赤文字いいよね。さあ倒して復活。この肉体は動かずとも魂は掘ってでも前へ進む。幻想の天使幻徳光剣飛翁王光雪山。でまあ踏ん張りですね。俺のターン俺のターンでやられて復活。少しはやるじゃない。はい、で勝ちと。じゃあ次トーナメント行きましょう。本当に本当にご苦労さん。お前の負けだよ。さあ、レオねの戦い見ていきましょう。あ、で組手はね、あの放置やってます。完全放置で対戦相手が決まって変えたりはしないです。まあとりあえず147のどっかをね任せようかなと思ってます。少量この命あんた。まあここは大丈夫っすね。まあ、かなり強くなってますからね。必殺まで解放で。これで終わり。そう、無駄だ無駄。さあここで溜まって倒す。踏ん張りは2回残ってる。本番はこれからだぞ。我が主張の舞を見よ。ここで2回使ったか。でここで倒れる。
まあでも組み手だいぶ強くなりましたよね。はい、復活、倒される。天はこのラオウを望んでいる。嘘を手伝う。別走破弾。でここで終わりか。はい、じゃあ次2回戦いきましょう。神に感謝せねば。さあこれはね、はい、ホール、はい、俺のターンをやられると。でここで出番。またこの組み合わせっすね。この肉体は動かずと、霞ケンシロウ VS ファルコン。で復活で倒す感じやね。少しはさあ、でケージが出てくる。この組み合わせもいいね。熱いね。あの経絡解放のさ、陶器ダウンが効いてますね。北斗百裂拳。さあケージ倒す。いや、この組み合わせも熱いよ。霞ケンシロウとラオウが戦うなんていいじゃん。一子相伝の我が剣。そう、ラオウ止めるしかねえよ。止めるしかねえから、ラオウ。はい、ラオウ復活。あ、でも結構いい勝負してたんすね、これ。はい、ここで倒れる。なかなか良かったっすね。やっぱり踏ん張りとかプラスされて強くなりましたね。まあまだね、あのスタメン入れたばっかなので、まあこっからっすね。いろんな相手と戦って、まあどうなのかちょっと見ていきたいですね。まあ、また良さそうな戦いあったら動画出したいなと思います。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。